回フラットしたのは福島市飯坂町にある雑貨屋プッキー。まず飛び込んでくるのがさまざまなマトリョーシカたち。すぐに不思議な魅力に引き込まれます。私の父がこけしのを集めてまして、でそのたくさんこけしがある中にマトリョーシカが何体かありまして、その中の一つがこの子なんですけど、原風景としてマトリョーシカというのは幼い頃から自分の中にあって、お店をオープンした時にマトリョーシカを何体か飾ってましたらば、意外とその本体を欲しいと言ってくださるお客様が多かったものですから、その関係でいろいろ本体を置いてたらば、だんだんグッズも増えてきて。ロシアの民芸品マトリョーシカは、一番小さな人形に願いを込めてしまっておくと、その願いを叶えてくれるとも言われています。このマトリョーシカは顔がないんですね。ヒゲだけなんですけど、なんとなくお顔が見えてきませんか。ちょっと想像力かきたてられるマトリョーシカでもありますよね。色がとても派手なので、ここからまた元気をもらっていただいて、たくさんいろんなマトリョーシカと出会っていただきたいなと思っています。あなたも世界に一つだけのマトリョーシカを探してみては。